利根キ道はかつて群馬県の渋川から沼田の間を現在の上越線に並行するルートで結んでいた鉄道である。1911年4月に渋川沼田間を馬車鉄道として開業させた後、1918年には全線を電化し、電気機関車が馬車鉄道時代の客車を経営する電気鉄道となった。国道17号に沿ったルートで敷設され、 上越線清水トンネルの資材輸送のための軽便線が沼田度合い間に付設されてそれとの連携によりトンネル工事の資材輸送を行ったこともあるが1924年の上越線開業により使命を終え開業の翌日休止1925年廃止となった。なお、渋川小井沢間に関しては1912年に 小井沢中野城館を開業させていた東ず軌道に引き続がれて運行が続けられ、1933年に廃線となった。廃止時点なお、渋川を深夜の午前0時に出発する列車も存在した。電気機関車については、メーカー、性能などの詳細な資料や精細な写真が残されていないため、不明点が多い。鉄道統計では、 機関車数は1917年度5両、1918から1920年度は被災漏れ、1921年度は6両、1922から1924年度は10両となっている。ただ、小林の調査によれば、ナンバーワン4は、高崎市の小島鉄工所が製造し、機構構造り車体で、形状は、凸型、30馬力の電動機が1個でロッ駆動、六得道。 ナンバー5.6はドイツ製で形状は L 型20馬力の電動機が2個。ナンバー7は構成車体で突型12馬力の電動機が2個。東京電灯合併後に天宮製が7両増備されたとしている。廃線後に1両が元安ず機動線に移った。また現存するわずかな絵はがき写真によれば、鉱山用機関車の類と母式。 小型強幅の B 型機であったようである。運転台前面は2枚窓、全照灯は倉庫1個装備、路面走行のため前面下部に救助網を装備していた。車高全体は比較的低いため、運転室屋上に搭載した大型のポールで終電していた。家人の和歌山牧水は1922年10月、北上州の山岳地帯を横断する旅の途中で、 本路線を利用しているが、これを記録した気候文、水上機構気候の中では、渋川から沼田まで不思議な形をした電車が、利根川に沿って走るのであるとの一文があり、路面電車が普及していた、当時の一般的な感覚でも風変わりな外観の車両であったことが伺われる。岩室発電所利根起動の計画は1909年に、モテギ・シュゲルエイト、クメタミの両名が、 馬車軌道の計画を立てたことから始まる。その後有志が集まり1910年9月5日に群馬県群馬郡渋川町を起点とし白京井村を経て、利根郡沼田町に至る馬車軌道を国道上及び県道上に付設し運輸営業をすることを目的とした利根軌道株式会社の創立総会を開いた。資本金は14万円に決定し社長は 池田村出身の松井八十吉、支配人は、モテギシゲルエインが就任した。そして1910年10月より、用地買収や、道路の拡張工事が進められた。1911年3月31日に、試運転が行われ、4月15日にまず渋川、館バルカンが、営業開始となり沼田までは、馬車で連絡した。 続いて7月に沼田まで延長し全線開業となった。当初は、東橋の流出や綾戸水道の岩石崩落や、長距離と勾配のため遅延が発生したが馬を購入したり急勾配区間は二頭引きにするなどして、定時運転に努めたり、1時間ごとの運行にしたため、乗客も増加していった。1912年2月に、松井に代わり、社長に、 トネ発電社長のハズミリゾが就任し、発電所工事の資材運搬も受け負うようになった。岩室発電所の建設では高崎まで国鉄が開通していたので、飯塚駅で高崎水力電機の電車に積み替えて渋川まで輸送し、渋川から沼田の間はトネ軌道により輸送。沼田から岩室までは軌道を延長して対応していた。 ただし発電機や水車などの超重量ものは馬力では到底無理で、渋川からはかぐらさんでコロ引きをして運んだという。1916年6月の株主総会では、電気軌道を敷設すること、電灯電力の供給事業を始めること、増資して、資本金を24万にすることを決議した。1917年9月より、自前の発電所を持たずト根発電により、 電気の供給を受け電気事業を開始した。トネ発電は、トネ電力を合併した際引き継ぎした後、休止していたエイザワ発電所を再稼働させこの電力をトネ軌道に給電し、黒穂村への電気の供給と軌道への電力に使用することにした。この電気事業は1917年末現在で、リミ村、黒穂村の546個に供給し、 1921年の東京電灯合併時点には白里井、四季島、黒田持、つ、田、糸野瀬、利南の六家村に拡大した。1917年12月に電気軌道工事施工の認可がおり、1918年1月15日には、春行し21日より運転を開始した。電化により不要になった馬50頭は、家畜市場などで競売したという。 電化後の成績であるが、営業報告書によれば1920年3月から8月まで、乗客大人が75,803人、小人2,899人、貨物積載量6,063トンで開業当初と、比較して乗客は2.12倍、貨物は1.45倍の成績を上げたという。また3月の株主総会では事業に、価格工業を追加した。 1921年になり、都根軌道は都根発電と共に東京電灯に合併され、その前橋支社となった。そして社長の波重は東京電灯の取締役となった。国鉄上越南線が渋川に到達したのが1921年7月のことであった。渋川岩本間の工事は1920年6月に着工となり、 ついに1924年3月に沼田まで開通した。これにより、平行線となった東京電灯の軌道線は、営業を廃止し、地方鉄道法における保証を受けることになった。保証金額は578,150円であった。渋川付近の起点の位置は2度移動している。1911年の開業時は、前橋電気軌道の終点、渋川新町及び、 前橋電気軌道に接続している、伊香保電気軌道の起点、渋川の北側に起点を置いた。その後高崎水力電気の終点に接続するべく、約180メートル延長した先に起点を設置した。しかし、トネ駅道の開業時すでに、高崎水力電気は渋川長塚町から下の町を延長を開業して、伊香保電気軌道と接続しており、 都根キ道は並行する渋川付近の延長区間を1915年に廃止して渋川新町ターミナル内にループ線を設置して起点とした。高崎水力電気は1917年に渋川長塚町から下の町を廃止し都根キ道の廃線跡を利用して渋川長塚町渋川を延長開業して渋川新町のターミナルに接続した。これにより 渋川新町は4方向へ向かう4車合同駅として完成した。さらに、1918年のトネ軌道殿下まで、馬車鉄道で渋川に乗り入れていたあずま軌道が1920年に殿下の上で渋川まで乗り入れを再開し、中野城方面も合わせて5方面への分岐点になっていた。JR 岩本駅よりトネ川に沿って、 沼田方面に1キロほど進むと川の中に橋脚が残されている。また、沼田の手前まで電車道という通称で配線跡が存在する。ありがとうございます。